日本は、周りを海に囲まれた島国であり、時代の変化により、現在、世界で、一番、危険な場所に位置しており、その防衛を担っている、海上自衛隊の防衛の強化が求められています。その強化の一つとして、出雲、型護衛艦の1番艦と2番艦へ、短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする改修が進められており、航空母艦化することが実現しましたね。今回は、この、出雲、型護衛艦の改修、及び、改修後の役割について、詳しく見ていきましょう。我が国の来年度、2023年度の防衛費の概算要求額が、2022年8月末に、防衛省によって決定され、過去最大の額で、その総額は、5兆5947億円で、防衛力の強化を裏付ける額となりました。史上最高額となった防衛費ですが、概算要求とは、別枠で、予算の項目のみを示す。事項要求と言われるものが100項目ほどで、およそ1億円に相当し、さらに、その額が上乗せされ、最終的には、6兆円台半ばになる見込みです。今回の日本の防衛費が大きく増額した原因としては、尖閣諸島をはじめ、南西諸島に対する中国の著しい軍事拡大を念頭において、その圧力や脅威に対応する装備、兵装類が含まれているからだと思われます。一方で、中国の2022年度の軍事予算は、およそ29兆円を超えており、今後、30兆円を超えると見られています。日本の防衛費に対し、中国の軍事費はおよそ5倍。これ以上差が大きくなる可能性もあります。中国国内の GDP 額の減少が期待されるとは言っても、それがすぐに反映される見込みは薄いでしょう。このように、軍事に関する予算、及び軍事力の格差に対して、近年、日本政府が防衛力として注視してきたのが、スタンドオフミサイルと呼ばれる長距離ミサイルである。これらのミサイルの一部を国産化し早期配備するためにも、予算が充てられています。こうしたスタンドオフミサイルの中心的な存在が、陸上自衛隊が配備を進めている12式地対艦誘導弾、地対艦ミサイル能力向上型である。これは、現状の約 200km とされる射程距離を、5倍から7倍以上の 1500km まで延伸が目標である。もう一つが、総合ミサイル防衛能力として、航空機に搭載する空発型や艦艇に搭載する艦発型へと、発射母体を多重なプラットフォーム化する運用形態の幅を広げる計画されており、その分野において、スタンドオフミサイルの配備を進めています。中国による圧力や脅威に備えて、こうした島嶼防衛に特化した、高速滑空弾の量産化を同時並行で進めることとしており、各種ミサイルを中核とした新しい防衛の戦力として期待されます。こうした我が国の防衛費の予算の中で一番規模が大きく、南西諸島の島嶼部の防衛に向け、長い時間をかけて航空母艦化の改修を進めているのが、出雲型護衛艦の1番艦の出雲と2番艦の加賀である。2023年度の予算にも、その一部が組み込まれています。出雲型護衛艦には、短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする改修が進められており、航空母艦化が完了したとしても、アメリカ海軍の大型航空母艦と比べれば、最大艦載機の数や、艦の大きさ等を見比べても、同等の艦種であるとは言い難い。もし、中国海軍による海洋進出による危機が、
実際に有事となり、南西諸島への攻撃があった場合、沖縄の那覇にしか使用可能な滑走路を確保していない自衛隊として、仮に中国からその滑走路を攻撃されてしまい、戦闘機による航空戦力が失われることは言うまでもない。そこで、出雲、片護衛艦の2隻の F-35 ライトニング2Bを搭載した航空母艦が配備されれば、移動可能な海上の滑走路として航空戦力を維持し、抑止力の強化にもつながります。この艦載機ストーブル、短距離離陸、垂直着陸 F-35 ライトニング 2B 型を現状では、総数で42機調達する計画されており、通常時には、宮崎県の新田原基地に駐機される予定で、必要に応じて航空母艦化された、出雲、型に艦載され、2024年度からの配備が予定されています。また、出雲、片護衛艦の飛行甲板上のスペースを拡張して、航空機の滑走路を長くしたことにより、艦載機の露天駐機の場所を確保し、F-35 ライトニング 2B 型をの運用効率の向上を図る計画です。航空自衛隊が導入を予定している F-35 ライトニング 2B 型を搭載する、出雲、片護衛艦の訓練拠点として、鹿児島県の馬毛島に展開する計画で、海上自衛隊と航空両自衛隊の拠点としても予定されており、南西方面では、ただ、一箇所の那覇基地が攻撃されることを想定し、この馬毛島に分散配置することを検討されています。出雲、片護衛艦の基本仕様は、基準排水量 19,500トン、満載排水量 26,000トン、全長 248.0メートル、全幅 38.0メートル、深さ 23.5メートル、スクリュープロペラ ×2 軸の艦隊を持つとはいえ、航空母艦と呼ぶには、F-35 ライトニング 2B 型の最大搭載数は10機前後と、決して多い台数ではないと言えるが、海上自衛隊の艦艇では最大の規模である。この出雲、片護衛艦の主機関は、ゼネラルエレクトリックガスタービンエンジンを、語学方式で、2機ずつ4機搭載しており、1機あたり28000馬力あり合計で、112000馬力で、最大速力30ノットを誇る。出雲、片護衛艦の1番艦、出雲、2番艦、加賀、のそれぞれの建造費は、1208億円と1170億円が計上されており、海上自衛隊の最新鋭のイージス艦、マヤ型1番艦、マヤがおよそ1680億円、2番艦、ハグロが、およそ1734億円とされています。マヤ型の基本仕様は、基準排水量が8200トン、満載排水量が1万250トン、全長が 170.0 メートル、全幅が 21.0 メートルの大きさで、最大速力はおよそ30ノットである。このように比較してみると、出雲型の方が、マヤ型よりはるかに大きく、およそ2倍の大機があり、出雲、片護衛艦は格安ではないかとも受け取れますね。陸上からミサイルを発射する陸上配備型のイージス・ショアは導入を予定されていたが、発射後に落下させる必要が生じるブースター部に制御できない問題が発生し、導入計画が停止されました。その代わりとして導き出されたのが、イージス・ショア用に購入されていたレーダーシステムや垂直発射装置がそのまま転用でき、戦場で常時弾道ミサイルの発射に対応できる新型艦艇を建造する案があり、イージスシステム搭載艦と呼ばれます。イージスシステム搭載艦の船体規模としての使用は、推定値とはいえ、基準排水量が2万トン、全長が 210.0 メートル、全幅が 40.0 メートルの大きさで、およそ18ノットである。イージスシステム搭載艦は、巨大な艦艇であるがゆえに、
令和の大和という声も聞かれます。このように大型化した理由には、イージス諸亜からレーダーシステム等の設備を転用させたこと以外に、敵の射程圏外から攻撃できるスタンドオフミサイルとしての12式地対艦誘導弾の射程が延伸化した改良型を搭載し、弾道ミサイル防衛、巡航ミサイル防衛が可能にし、中国やロシアの迎撃が難しい極超音速滑空兵器等のスペースも確保しているからです。このイージスシステム搭載艦のコストは一隻で2400億円2500億円以上で、合計二隻でおよそ4800億円から5000億円以上となり、艦艇の大きさでは出雲、ガタオ、建造費用ではマヤ、ガタオも大きく上回り、海上自衛隊最大の艦艇となるでしょう。このように巨額の費用を要して建造されるイージスシステム搭載艦ですが、否定的な意見も聞かれますが、日本のミサイル防衛を担う主体としての存在価値はあると言えるでしょう。出雲、片護衛艦は現在航空母艦化の改修中ですが、2022年時点で航空母艦及び強襲揚陸艦を保有し運用しているのは、アメリカ、中国、イギリス、イタリア、インド、エジプト、オーストラリア、スペイン、タイ、韓国、トルコ、日本、ブラジル、フランス、ロシア、イランの12カ国である。その中でも大海軍のストブル、短距離離陸、垂直着陸、軽空母、着離ナルエベトは1997年に就役し、大海軍の象徴ともいえる空母です。かつて東シナ海において海洋権をめぐる紛争が顕在化ことを受けて、海軍部隊の整備が関心事となり建造されました。大海軍の公式艦種では外洋哨戒ヘリコプター母艦と分類されていますが、スペインよりハリアー攻撃機のマタドールを安価で譲渡されたことからストブル空母となりました。しかしアジア通貨危機によりタイの経済は大きなダメージを受け、この影響から海軍の予算不足により運用コストが大きい着離ナルエベトは行動の機会が減りました。2004年のスマトラ沖地震では被害者の救援活動に参加するなど大きな役割を果たしていましたが、現在では固定翼機の運用の再開もなく、ただのヘリ空母としてのみ運用しており、最近では活動を見ることはないという。アメリカの大型原子力航空母艦の使用で航空機を射出するための装置であるカタパルトで固定翼機を射出するキャタバー方式と、航空機を短い滑走路で着陸させることができるアレスティングギアが装備されているのはアメリカとフランスのみの運用であった。近年著しい海洋進出をし軍事力を拡大している中国海軍の航空母艦遼寧と山東は、飛行甲板にスキージャンプ勾配が付けられ、そこから固定翼機を離陸させる短距離離陸方式のストバーを採用していましたが、今年2022年6月に進水させた福建では、今までとは異なる先進的で効率性や安全性が優れている電磁式カタパルト方式を採用しています。これにより固定翼機早期警戒機や艦載ステルス機も搭載可能になるとされています。